はい、三国志14 PK 版続きをプレイしております。引き続きゲームへの理解深めていきたいと思います。200年4月の中旬までやってまいりました。前回はですね、孫策の北伐が始まりまして、こちら袁紹そして公孫さんを平らげて、現在公孫とですね戦っております。ここを落とせば北伐も一段落となる予定でございます。さて、その流れで言いますと、今度はこちらですね、いよいよ漢中の長老が春動いたしまして、こちらも迎え撃つべく早速常用攻めを開始しております。この流れで一気にね、漢中も抑えたいと思います。もうちょっと言いますとね、こちら現在同盟中の劉璋と、そして馬頭ですね、ここは比較的今安定してるんですけども、おそらくね馬頭との同盟があと2ヶ月弱ぐらいで切れると思うので、そこでいよいよ馬頭攻めが始まる予感がいたしますという流れでございます。まあ、攻撃はねもうちょっとほっときますね。というわけで、進行する前に一つイベントを見ておきたいと思います。2つ出てるんですよね。まずこっちから、まあ、異民族との友好度が高まると出てくるイベントっぽいので、結構定番なイベントっぽいですね。なるほど。はい、それじゃあですね、イベントを見た上で進行したいと思います。ポイントは達成いたしました。公孫どの動きでございますよ。そしてですね、こちらですね、先陣を切ってる公孫さん、これが港を取れるかどうかですね。それまでに平坦が切れなければ、公孫さん取って、公孫さんもう一歩、さあ異民族のご機嫌は取っておきましょう。いいですよ、取った。これで兵団の心配なくなった。さあ先陣を切るは関連ですかね。素晴らしい、嫌われとる、絶対来ないじゃん。剣王武将なんかな。お、早い。常用攻めも着々と進行しております。さあさあさあ、上兵はですが、女房の勝者が取り付きゃ一発なんだけどね。いいですよ、もう上位をガンガンいってますね。早い、漢中への通り道ですからね。通りすがりに攻撃しております。いいですよいいですよ、着々と進んでおります。うわー、疫病しまった、やばいやばいやばい。いいですね、着々と確認してくれ。確実に進行しております。ちょっと見てみましょう。だいぶ落ち着いたね。いいっすね。もう一息だね。何か用か。先端をね、兵端をしっかり確保するためにも確実に基本取りしていきたいと思います。まあもうこいつが動く頃には勝ってるだろうけどな。まあこんな感じですかね。
心得た。さあ、続きまして上位を追いましょう。さあさあさあ、いい感じだね。もうボロボロだ。で、上位に入らずに通りすがりに攻撃するように命令は出してますので、なんとかなるでしょう。さてと、それじゃあイベントも見ておきましょう。またもや出ましたね。ウワットの有効イベントは1個しかできないのかな。はいはいはい、なるほどね。もう1回できるんでしょうかね。あー、できるわ。さあ、やはりここらも同じですかね。力を合わせるということで武将を借り受けました。というわけで進行です。さあ、北伐がいよいよ終わろうとしております。まだね、両毛の勝者隊がまだ届いてないですね。はい、上位落ちた。制圧か。いいですよ、いいですよ。素晴らしい。関連と大支持が先陣を切って攻めております。その隙に両毛がじわじわと、あと2マス、あと2マス。帰国。おお、また何個もらった。さあ、両方が取り付く。これはいいぞ。よし、周りの都市も封鎖。死者がお待ちです。優勝ですか。あ、長勝じゃない。米1万か、なかなかだな。ダメだ、今米は譲れない。電波しやがった。最悪や。いなく。まずいよ、止まんないよ。これを。これはまずいですな。さあ、取り付けましたね。これでなんとか目処は見えてきました。良い客だな。たやすいことだ。 OK です。これでほぼ決着するでしょう。さてと、それじゃあ細かい内政も含めてやっていきましょう。まずここに兵士が多すぎます。まあ、守りの兵士として1万は必要かな。走路はちょっと保留。では参ります。さて、ここも出発してるね。 OK、これで見ときましょう。
OK ですね。常用に入ったのは両だけっぽいので、どうすっかな。出しとくか。裏切られても怖いですからね。まあ守る兵もそんないらないからな。1000ぐらい残しときゃ一緒。置いていってもらいましょう。ここは大丈夫かな。OK です。天下無双の出陣だ。いいですよ。さあ引き続きじゃあちょっとあれですね、内政でなんと言いますか、ちょっと災害を食い止める感じにしましょうか。意外と大変だよ。さあそれじゃあですね、細かく、災害マークがついているところに知力の高い武将を配置し直しましたので、とりあえずこれで対策ということにしておきたいと思います。あとはもう運だね。収まってくれ。いや厳しいよね。行ってまいります。さて、冠中ですね。はいはい。さてと、冠中はどうするかですよね。一応二重で今攻めてるんですけど、この3部隊がちょっとあまりにも足取りが遅いので、ちょっと考えを変えようかなと思ってます。こちらの部隊の足が速いんですよね。特に甲冑は長打の陣形のせいもあって抜群に山道で足が速いので、こういう感じで動きながら攻撃するというのはいかがでしょう。承知。残りのメンバーは突っ込んでもらえばいいですね。ということでちょっと中途半端になりましたが、彼らにも別の役目を与えたいと思います。そろそろ切れますので、馬頭軍との承知国境付近に行ってもらいましょう。はい、200年5月上旬でございます。進行していきます。馬頭との同盟が切れる前にこの北伐を決着つけたいんですよね。おそらくあと1ヶ月、両盟が取り付いてますので期待はできると思うんだよな。ナイス。第一段階。いいですよ。行っちゃってください。もうちょい。いいですね。来た、二段階目。やっぱり勝者偉大ですね。城攻めには効く効く。さあいけるんじゃないですか。これ上旬で切りつくんじゃないですか。どうよ、いったろ。もうちょいだね。ゼロになった。落ちました。やった、北伐達成。上辺落としました。東村の滅亡です。さあこうなると、一応投与したいんですけど、役立ってみせよう。 OK です。この恩は忘れません。さあ
旦入るしかないっすね。兵士が満杯にはならないっしょ今回は。シールも入っちゃえ。で一気に移動したいです。大丈夫でしょ、入れる入れる。 OK、 いい感じですね。しまった、疫病。うーわ、止まらない、止まらない、止まらない。疫病が止まらない。確認してくれ。ふぅ、さて、じゃあ確認していきますか。まずはこちら、カンチェですね。リュウショウも動きが良くなってきましたね。難しいなぁ。 OK、 うわぁ、思ったほど動いてない。これはちょっとしばらく我慢だね。 OK、 さあ、疫病に苦しめられてる。しばらくは大変だね。 OK です。そうしましたら今度はここ上兵から兵へと武将を引き上げたいと思います。身に余る光栄です。その前にちょっと投与はしたいですね。何歩まで逃げたか。行ってまいります。なるほど、参るか。なもんかな。あとは相性悪いですからね。お腹出てますね。制覇かな。 OK、 でかいですね。河北制覇。なるほど。で次が優秀制覇。これでたくさん経験値がもらえるっていうのは面白いですよね。よし、そうしましたらまずは、違うな、ここを起点にして移動します。しばらくは帰ってこれないだろうな。カンネ、シュウユ、タイシジ、リョモですね。長安目指しますか。遠いよ、遠い、遠いな。ちょっとでも早い方がいいか。楽よ、なんかいいんじゃないですか。参ろう。ぴったりだもんね、1ヶ月だね。で残りはそうですね、ここにまず退却してもらって、同じく命令を退却。おや、わかったですね。で残ってる人材で内政をしていきましょう。まあここはもう後々は委任しますから、とりあえず担当を置くだけ。ひたすら内政お任せください。でです。でまあ周囲たちが戻ってきたら、この辺北一帯もまた軍団編成して委任して内政の土地にしたいですね。そのためにはもうちょっと全体的に兵力を、そして物資を引き上げたいですね。微妙だな。もうちょい待つか。
少しずつでも兵を運んでいきましょう。兵糧はまだ我慢だな。金も我慢。いや、多すぎるな。7万でしょ。あ、でもいいか。2万ぐらい。むしろ。落葉かな。向かうとしよう。さあ。来月にはバトーとの同盟が切れますので下準備を開始しておきたいと思います。さあ、それ以前に疫病のちょっと収まり具合が全くないですよね。やばいな。上与もちょっと体勢立て直しましょう。全然ダメだね。全然内政できてないじゃん。なもんだね。やってやろう。よし、できた。さあ、続いては漢中攻めでございますね。まあもうこの辺までは来たら和党との決戦は避けられないのでなんとかなるでしょう。さあ、長安には5万の兵を温存してますんで、これはあれですね、同盟、1ヶ月か。同盟が切れた途端、こっちですよね。安定を狙いたいですね。バトーがいるんだよね、でも。もうちょっと兵力を送りたいな。1万は欲しいね。一応今長安が本国ですからお金は多めに、兵糧も後から来ること考えると多少多めに。ちょっと遅かったな。あと1ヶ月早く輸送しとくべきでしたね。気づかなかった。進行いたします。山道で苦戦してるな。さあ、うわ、進みが遅い。よろしくお願いいたします。いいと思いますよ。誠心誠意お仕えします。長田隊は今のところ甲冑と周宗ですよね。まあ足並み揃ってくれればいいかな。バトーとの同盟が切れる1ヶ月ぐらいに漢中にようやくたどり着くくらいかな。ちょっと様子見ていきますか。特に大きなね動きはありませんので。達成いたしました。成功です。舞台の進行を見守りたいと思います。同盟が切れてからが本番だと思うんですよね。北伐の部隊も続々戻ってきてますから多分間に合うと思うんだけどな。細かい内政はしておりますが守備は上々です。大きな動きは今のところありませんのでじっくり漢中に進行するしかないですね。お喜びください。300か、いいですね。さあ、早く取り付いてくれ。兵力2万はなかなかですよ。ちょっと周宗が先走りすぎる状態になってしまったな。
かいな、山岳地帯攻めるの大変ですね。有力武将にやっぱり長打を覚えさせる必要があるのかな。そういうのできるのかな。ちょっと後で確認してみましょう。うわ、地味ですよね。いや、全然届かねえよこれ。あそこ駅ビル終わんねえな。報告がある。なんとか面倒だね。こういう軍が動きましたか。やってくれるな。わっ、かなり本気の攻めですね。予想外ですな。思ったほどいやー、出陣しますか。そんじゃまあ取ってあるんでね。ライ大変だよこれ。待ち受けますか。こういうまで攻撃してくるとはね、非常に腹立たしい。OK、腕が鳴る。さあ、もうちょっとこういうは生かしておきたかったな。さあ、いやー、厳しい戦いにはなるぞ。3000しか出せないっすね。有力武将がいないからな。ただ可否には長弓を残してあるはずなのね。腕が鳴る。あった、もうちょい兵が欲しいっすね。なんだ、一旦も入場しちゃうか。わかった。6000いれば大丈夫だろう。違うな。うわ、実行可能武将はいない。しまった。遅いよ。はい、何でしょうか。なんだこれ、第二軍団が来てんのか。うん、戻りますか。承知。長弓にちょっと耐えてもらいつつ、いろいろと出撃しましょう。さてと、中間武将はそこそこ揃えてますから、なんとかなるでしょう。順位いくか、出しますか。大丈夫だろう。OK、 とりあえず出てもらうよ。OK、 これは時間かかるな。こういく感じかな。この尊権と共に行かん。さあ、ここはね、長弓がいますから、籠城しましょう。時間を稼ぎたいと思います。さあさあ、で、籠城する城に向かって補給したいと思います。 OK、 OK、
うちょっと光雄は動かないと見てたのがちょっと判断が甘かったっすね。では狙ってたんだね。さあどうするか。まあ南から攻めるのが一番いいですよね。さあもう一回移動するかい。優秀な武将は意外といるんですよね、こっちにも。どうすっかな。いや、いいか。なんとかなるっしょ。じゃあ、こういう対策は一応そんなもんにしときますかね。長安。長安からも兵を出したいと思います。曹操を起点としたコンビでいきましょう。なもんかな。このコンビ強いっすよね。で、投石機で最大。OK。もう、同盟は切れてますから、行くしかない。皆の者、出陣だ！で、一応、降伏勧告はかけときましょう。25日か、遅いね。任せてくれ。はい、それじゃあですね、進軍の指示等を細かく出しましたので進行したいと思います。お喜びください。上々だ。き攻略しつつ、こちらですね、馬頭軍との対決もしていきたいと思います。さあさあさあ、曹操が出立しましたよ。で、天水攻めは孫策軍団ですね。さあ、まだ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 序の口。いいですね、じわじわ。失敗するとは。怪獣はうまくいかないか。さあ義援が漢中に取り付けましたね。始まった。よし、こちらも2部隊がそれぞれ向かっております。安定と天水ですね。いいんじゃないかな。さあ、外交の使者を一応出しております。当然だね。いいですね、始まりましたね。こんなはずでは。よしよし。あそこずっと疫病続いてんな。これを。さあ、厄介ならこういう軍ですね。来てる。さあもうちょっと欲しいんですわ。来てる。いいですね。いい、いい感じで待ち受けられそうですよ。ここに。うむ。おそらく星取りに来ると思うんでね。そんなに早い動きはしてこないと思うんで。ご安心を。その隙に可否に物資が届けば長江も打って出ますよ。お前人がいないんでしょう。ダメだね。
なんでこんな人いねえんだここ。うっかりしてたな。じゃあ北海とも決戦を挑みましょう。ここも人出すか。学信出しますか。軌道に特化いいですねこれはでも長旅ですよね。まあまあいいか。まあこの辺ぐらいまでとりあえず進行させる。出陣する。よし、ちょっと後手後手に回っておりますが、とりあえず指示は出しておきます。さあもうこちらですね。馬頭軍の動きがないのでそのまま放っておきましょう。こちらもそうですね。曹操軍はそのまま行く感じです。なんだ。あ、違うな、曹操に指示を出したい大丈夫だね、ちゃんと通過するようになってんね。 OK、 こんな左側だな。一応もう一人が出すかな。ちょっと足が遅いんだよね。こういう時にはこいつら役に立つな。あ、これいいね。これはね、都市占領部隊として出したいと思います。ガンガン行こう。崩していきたいと思います。こんな感じ。戦だね。任せましたよ。遊撃隊として暴れ回ってもらいます。さあ、艦中は動きがまだないな。いいっすね。 OK、さあ、勝者隊が来る頃にはこれ戦い終わっちゃうね。余裕が取り付いたら大丈夫でしょう。 OK、 これじゃあこのまま様子見たいと思います。あとは気になるポイントあるかな。大丈夫そう。兵糧買っときますか。今兵糧がすごく安いので買っておきます。吉報をお持ちしました。はいはい、それじゃあ艦中の戦いを中心に進行していきましょう。成功だ。なかなか手強いですね。ああ結構やられる。また甲虫が、そして関羽がたどり着いて連携してくれれば、そんな希望がございます。さあ関羽来い。関羽官兵、甲虫よかった。いや、艦中なかなか抵抗が厳しいですね。まだまだ動きがない。こっちはまだまだ動きがない。いいですね。ちょっとずつですが、また稲穂が。巨匠と徴用か。報告がある。せっかく疫病がね、鎮静化したんですけどね。
さあ見ていきましょう。まずね、どうもこれはありがたい。冠中の動きが鈍いですね。この辺の動きも鈍いな。少し狙わせてるんですけどね。まあもうちょい様子見ますか。こちらも先陣の関東が取り付くかどうかっていう感じですけどね。 OK、 まあまあ様子見ましょう。さあ一方こちらはもうちょい、いやー難しいね。キーンがここに来たのか。キーンをずらすか。いや、いけるよね。蝶を2個、あ、1個ずらす。まあ次の城はないの。必ずや。攻撃。なんだ。これはいいかな。オッケー。呼んだか。呂布を一個ずらす。わかった。軽く微調整しましょう。オッケーです。さああとは交友軍ですね。できる範囲は戦いましょう。さあやっぱ都市狙ってますね。なんだ。都市をね防衛しつつ戦いましょう。心得た。いいですよ。少しずつ火器の防衛力も上がってます。ここにちょっと兵呼ぶか。面倒だね。2万もう1万ここで失敗したね。もっと早くやっとけばよかった。これを輸送します。急ごう。遊んでください。いいですね。続々とでも集まってますから意外と持つと思うんですよね。 OK、 学士がたどり着く頃にはかなりの決着がついていると思いますが、そのまま今度は城攻めしていきたいですね。意外と手こずりそう。力押ししかできないけどメンバーがちょっと普通ですからね。あとは、そうだな。イベントがありますかね。あ、攻撃要請。面白いですね。いたします。半分ぐらい持ってかれるんでね。でも OK です。これじゃあ一気に進行しますか。まずは冠中の決戦を見守りたいですね。揃ってきた。よし動いた。カウンも入った。早いね。ちょっと義援が間に入ったの邪魔だね。カウの位置がちょっと悪かったな。
さ、孫作と始まりましたがね、まだか、睨み合いが続いてる。面白くなってきましたよ。さあさあさあ、お、2段階落ちましたね。いけるんじゃないですか。巨匠でイナゴ最悪や。さあ一段落。報告がある。さあ見たいと思います。ポイントはここですよね。いいですね、食い止めてますね。素晴らしい、頑張ってんな。いいですよ、両層体が浸透と絡んでます。あー、引退も来てんのか、厳しいっすね。ははー、これ間に合わないな。よろしいですと。どうした。承知した。いいですよ、じわじわ来てますよ。命令かな。いい感じ、集まってきてる。違うな、違う、攻撃したい。任せてくれ。学神早い、もう来ている。これ行きましょうよ。力いけねえ。こいつ狙った方がいいな。心得た。城攻めする気満々できてるな。やってくれる。OK、こちらに。これは下から上がった方がいいね。いや、両層は強い、食い止めてくれてる。やるとしましょう。もうちょい待とうね。 OK、 孫権も来てる。 OK、どうした。孫権入っちゃうかな。うむ、オッケー、いいんじゃないですかね。面白い感じでまとまってきたね。さあそしたら漢中の方も置いときます。いい感じだね、完全に包囲してる。さてこの流れで言うと、中に入るよりは少し手を考え変えた方がいいですね。これ多分ここが多分無人の席になると思うんだけどな。承知。はい、それでは進行したいと思います。今回はこういう隊、お喜びください、お喜びください。両層ですね、こちらのバトルを見ていきたいと思います。あー、年取られた。頑張れ。守備は上々です。浸透撃破。はい、貫中落ちましたね。これで長路滅亡です。お、さすが義援、役立ってみせよう。最初から降伏してくれ。
なんと寛大な。さあちょっと激しい戦いになってきましたね。こんなところで一騎打ちが。陰木でしょ、強いんじゃない。ではやるだけよ。僕だと致傷になるな。敵将前へ出よ。ちょっと面白い戦いですね。どうだ、これ危ないところだった。一撃与えて逃げ切った感じだね。素晴らしい。いや、いいですよ。地味に防衛してる。偉い。賞金が混乱だと。なんだと。混乱してる場合か。稲子が止まんねえ。敵の陣があるからちょっと厄介だね。いや結構一進一退です。面白い。いや一気にやられたな。ギリギリまでは戦ってもらうよ。妄想体が深く入りすぎだよ。学習隊が間に合えば大逆転ですよ。承知した。後世も間に合った。後世隊も少し変えましょう。標的何か。異界が厄介だ。任せてくれ。なんでしょう。いいね。いや、いいんじゃない。さあその隙に可否に補給が完了しましたね。出撃しましょう。だめ。非常にいいですよ。行きますか。今回水上じゃないんだけどね。出てください。さあ狙っていきましょう。これ中継して来ますよね。目指しますよ。いざ行かん。さあ関中方面を確認しましょう。がっつり抑えましたね。 OK。 このままね優勝隊と睨み合いか。面白いな。まだでも同盟期間中だはずだからな。そうだね。どうすっかな。なんだ。むやみに進軍しますか。意味なく建設しよう。ああできないか。じゃあ進軍。承知。で、収装隊でここ入りましょう。わかった。校長でもいいか。どうした。わかった。はは。
承知。攻撃しちゃダメだな。よし、待機。お任せよ。何だ。攻撃はしない。任せよ。そしたら北側ね。はいはいはい。うわ、がっつりいってる。これは楽勝ペースだね。任せよ。で、なんとか都市の占領してほしいんだよね。いいですね。いいですよ。で、ここちょっとなんか賞金がやられてますね。平均切られたか。そんなわけないか。意外と手ごわいな、ここ。OK。はい、それでは、200年7月下旬進行したいと思います。こういう軍との戦いが熱くなっております。出してどう来るか。馬長と孫坂一騎打ちだって最悪や。とんでもねえ舞台出てきたね。わ、油断してた。ものすごい戦いですねこれ。清涼の金馬長水産小藩王が力解くと見よ。これどこのあれ。うわー、石一体危なかった。やったぞ。成功しましたぞ。打ち破ったね、一つ。死者が面会を望んでいます。来てるよ。それはちょっと都合良すぎませんか。ここを譲ってください。そりゃそうだね。ちょっとこっち注目だね。馬長が出てきたんだね。やべ、上行っちゃったよ。馬体も出てきてんだ。城壁に取り付けてない。今度は両層の一騎打ちかい。面白い。これは勝てる。力の差を見せてやる。生け取ってしまえ。覚悟はよろしいですか。骨のある者はいないのか。一撃で勝利だ。賞金が暴走してる。まずい。戻ってこい。忙しい。捕まえた。結構やばいよ。孫策やられてる。持つか。やばいな、油断したな。賞金が暴走してしまった。これを。いや、厳しい。す
さん急いでくれ。孫策引かないとダメだ。退却しましょう。心得た。いや厳しいっすね。なんだ。馬長を叩くしかない。攻撃。心得た。野衆隊もそうだね。馬長を叩く。分かった。これは厳しい。警部隊じゃ持たない。よく持ったな孫策。一旦下がるしかねえ。そしたら間に合わないけど出すしかないね。いや龍門も出そう。出せないかな。そんなに出せるでしょ。いや厳しいね。最大だね。ちょっとまあ最大はきついな。 OK。 OK。かなもん。 OK。 孫策の代わりにこの部隊をさらに送り込みます。これはでも時間かかるね。セカンドアタックです。出陣する。負けることはないと思うけど。いや馬長と馬隊のコンビが強い。がっつりやられてる。兵隊が釘付けなんだよ。何用か。回り込みたい。待機力自体はもうちょいだからな。呼んだか。いやでもいいな。賞金は賞金集隊で。賞金こっちだね。焦っちゃダメだ。やろう。本丸は城壁を狙う。オッケー。さあこっちは芝居が取り付けてないね。呼んだか。コインが邪魔なんだよ。やっぱり細かく動かさなきゃダメだな。いいっすね。で指示は出しておこう。孫策部隊が持ったほど攻撃できない。承知。はい、それでは細かい指示も出し直しましたので進行したいと思います。果たして孫策生き残れるか。達成いたしました。よっしゃ馬隊混乱。うまくいった。いいですね。潮目がやられたな。潮目がこちらに来てますよ。どうだ。小覇王が来い。天下にとどろかせん。粘るね孫策。すげえ。さあいないか。いないですか。戻れねえ孫策。後ろが下がってんのか。さあその隙にこちらは順調に決まっております。これ孫策やばいな。足動いた。これいいですよ。おい集隊遅いぞ集隊。焦るわ。いや孫策引いてくれ。よしよし逃げ切ったな。あこっち落ちたわ。早いわ。芝居が取り付いたんですかね。いいですよ。オッケー孫策脱出。そして関東が帰ってきました。なんでだよ。なんで異民族と喧嘩してんだよ。最悪やな。
完全に勇み足やこっちの。やべ、馬長が追ってきてる。関東と異民族が接触した結果険悪になってしまったんですね。でもおかげで天水はボロボロ、そして安定も落としました。いいですよ。いや難しい。お、芝居が入ったか。とりあえず同様修正を誓おう。お、ラッキー、4人入れば十分。まあ一旦捕虜にしておきましょう。天水も落ちるでしょう。これ落としたい。あと131。馬長が追ってくる。落ちた。これで逆転です。異民族との仲はちょっと悪くなってしまいましたけども、一気に逆転しましたね。さあ OK です。シューターが入りましたか。とりあえず投与。危なかった。宝徳までいるんじゃん。役に立とう。一人しか入らん。いや厳しい。ちょっと一旦ほどにしておこう。なんだと。パタイも撃破。馬長が完全に混乱しております。郊外のじいさんが。そりゃそうだよね。解放はできないな。捕虜です。いやー入場すんなって。馬長叩けって。確認してくれ。そこまで指示は出せなかったな。いや厳しい。さあということで、とりあえず孫作のピンチは切り抜けましたね。代わりに馬長を追い詰めるという、ここはちょっと狙っときましょうね。そして一方でこちら安定ですね。がっちり抑えました。こちらも2人ぐらい入っちゃったかな。まあまあしょうがないね。いいんじゃないでしょうか。だいぶまとまってきましたね。さてと、一応関中方面ですね、一通り軍を引きまして、新たな体制を今組み直している感じです。まあこの辺はまた次回ちょっとじっくり考えたいと思います。そして最後こちらの戦況を見ておきましょう。公有軍です。相変わらず粘ってるね。公有軍自体はほとんど撃滅しましたね、はい、ということで今後の憂いを断つためにもちょっとこういう細かい施設を破壊しながら城に迫りたいと思います。北海ですかね、はい、いいですね。周りの都市も落としながらじわりじわりと攻めたいと思いますね、まあ、本丸の城はちょっとどうするかまた考えたいと思います。しゃ、とりあえずなんとかしのぎましたね。よかった。というわけで、200年8月中旬、今回はこの辺りで一区切りしておきたいと思います。お疲れ様でした。